さだまさしです。今週は名古屋からお届けをいたしておりますさだまさしのセイヤング21。もちろん東京の文化放送で寺島直政アナウンサーがいい子でお留守番をしています。寺ちゃん会長大会長本当にいいわ。今日も頑張っていきましょう。行こう行こう。寺ちゃんもガンガン飛ばしていく。よし。ということでね、ラストレターのお時間です。おい、その飛ばすじゃないでしょ。その飛ばすじゃないの。違えた。うん、これは気持ちだけでいいから。うん、今日も寺ちゃんは元気いっぱいでございますけど、何考えてるか分かんなくなる時ありますね。さだまさしのセイヤング21、東京四ツ谷文化放送をキーステーションに全国22局をネットにお送りいたします。最後の最後までどうぞごゆっくりとお付き合いくださいませ。さだまさしのセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りします。部長、実は私会社を辞めて独立しようと考えてるんですが。何？一体何を始める気だね。昔からの夢だった喫茶店をしようと思うんです。乗った。え？乗ったとおっしゃいますと。私も一緒に独立する。決断早いですね。全部は急げだ。何をやったらいい？ああ、まず市場調査でしょう。今一体どんな味が、どんな店が流行っているのか実際に確かめてみることです。なるほど。よし、100番100番と。部長、どこに電話してるんですか？ダスキンだよ。え？ひょっとしてミスタードーナツ？ミスタードーナツ、確かにそれもダスキンだが、他にもあるんだな。え？例えば北イタリアの家庭料理とか。え？それってもしかしてあの土バヌーチもダスキンなんですか？そうだ。それから和食では海の幸が山盛りの丼専門店も。え？あのザ・ドンもダスキンだったんですね。そう。そしてニューオーリンズのカフェオレとベニエのお店も。え？カフェデュモンドもダスキンなんですか？あ、もしもし、ダスキンですか？ちょっと場所を教えてほしいんですが、石ヶ谷、つまりストーンクラブが食べられるレストランなんですが。え、ストーンクラブのレストラン？うん、いやー、このフロリダストーンクラブを食べさせるジョーズもダスキンだったんですね。どうだ、ダスキンってうまいだろ。うん、うまい。これってダスキン？これってダスキン。お問い合わせは100番100番。さだまさしのせいえいえいや。さて、最初のコーナーはおはがき大紹介のコーナーでございます。ずっと持ち歩いているはがきから読んでいきたいと思います。はい、大分県大分市の古宮みどりさん、いらっしゃい。いらっしゃい。はがき職人の方々の技に感心するばかりでのんびり構えていたら、番組終了までもう一月を切ってしまい、思い切ってペンを取りました。うん、さて、今日は2月26、27の大分でのコンサートを明日に控えて。おお、あ、もうね、大変ですね。昔 どれほどこれを持ち歩いたかってことが伝わったかもしれない、ね。大分でのコンサート当日が夢ゆりそうのアルストロメリアの CD の発売日ということだけでも十分に興奮しているのですが、もうね、アルストロメリアに対するあの感想、ずいぶんたくさんいただきました。ありがとうございました。おおむね好評というのは大変喜んでおりました。うん、はい。さらに気になることはあのラーメン屋さんのことというのは、たださださんがマサシング、はいはいはい、ね、うん、マサシングワールド新年号のインタビュー記事で2001年を振り返って、今年一番うまかった、美味しかったものはという質問に答え、大分のジャングル公園脇の長浜ラーメンとありました。ありましたね。全国の隅から隅まで知り尽くしているさださん、当然日本中の美味しいものを数多く食べられ、あの召し上がっていると思われるさださんが、1年間の輝くベストワンに大分のラーメンを選んでくださるなんて、うん、大分県人としてはこの上なく光栄なことです。はい、うん、このように公言されたからには、当然コンサートの折にはこのラーメン屋さんを訪れるに違いないと、丸々虫は確信してしまうではありませんか。
でも仕事もあるし一日中ラーメン屋さんを張っているわけにはいかないし変な人ですよね。そうそう、いつにも増してドキドキワクワクが高まってまいります、今年もそのラーメン屋さんへ足を運ばれたかどうか報告していただけませんでしょうかと、こういうことです。はい、もちろん行ってまいりました。おお、ね、行きました。はい、行ってまいりました。ちょっと味が変わっておりましたね。あれれれ変わってましたか。若干味がちょっと違ってました、ね、なんかいわゆる普通の長浜ラーメンだと、もう去年食べた時にはですね、もう間違いないと、もう究極の、こんなにうまい長浜ラーメンは。人は変わられてました。人変わりましたね。変わられてました、人変わりました、お兄ちゃんがねちょっと変わってましたんで、あれがねちょっと ねやっぱり、ね、いやでも丁寧に作ってくれるんですよ、 いっぱいずつね。そうですね、でもね微妙にこのね、違うんですね。そうなんですね。難しいね。難しいね。よく変わるっていうことはないですよね、ああいう食べ物屋さんって。悪く変えちゃいますからね。だってあのうまくないなと思ったら次行きませんからね。そうですよね、よく変わるっていう経験なかなかしないんですよ、ね、うまくなったっていうね。そう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 、うん、時々ありますけどもね、山形県の富樫早苗さん、いらっしゃい、いらっしゃい。佐田さん、寺ちゃん、いつも涙が出るほど楽しく聞かせていただいています。涙が出るほど楽しい、寺ちゃんは、新しい表現ですね。涙が出るほど楽しい、ついでに目尻のシワも増えました。今日すごく嬉しい記事を見つけました。子供の頃に大好きだったアトムの行方不明作品がアメリカで見つかって4月に放送されるというんです。未来を設定して作られたアトムがほぼその未来の年代の今、私たちに帰ってきたんです。2003年4月7日、テラちゃん、はい、来年の4月7日に鉄腕アトムは本当に誕生するんでしょうか。するんでしょうか。誕生しなかったら私のこれまでの人生は一体何だったんでしょうか。鉄腕アトムと共に生きてきた私でございます。新聞の切り抜きが貼ってございます、日経新聞の2月21日の切り抜きです。鉄腕アトム幻の作品を発見、アメリカで保存、 NHK 4月放送。故手塚治虫さんのテレビアニメ鉄腕アトムシリーズのうち行方不明になっていた幻の作品ミドロガ沼のフィルムがアメリカで米国で保存されていたことが分かり、 NHK は20日衛星放送 BS2 で4月に放送することを明らかにした。鉄腕アトムは63年から66年まで193作品放送されたが、フィルムが現存するのは187作。ミドロガ沼は1回放送されただけでフィルムが残っていないとされてきた。手塚プロダクションによると約3年前にアメリカ国内の映像関係の倉庫にあるのが見つかったという。英語に吹き替えられていたため NHK は日本語字幕をつけ、4月3日の夜の BS 丸ごと大全集永遠のヒーロー鉄腕アトム、アトムの裏話で放送すると。テラちゃん、はい、ミドロガ沼は僕見てるんです。え、あ、佐野さん記憶にありますか。あのね、ミドロガ沼っていうね、このおどろおどろしい名前がものすごく印象に残ってます。白黒でした、当然ですが、これ私見ました。ミドロガ沼、はい、ミドロガ沼どんなんですかね。全く覚えてない。そうでしょうね、ミドロガ沼。ただあの伊藤こんちで見ました ね、 おね、そこ長崎では鉄腕アトムってのは放映されてなかったんです。お、東京で見ました。東京で昔鉄腕アトムって人間がやってたんだよ。はあのタイツ履いて、間抜けでしょうね。いや、それなりに僕は面白かったな。鉄人28号も実写でやってたか昔。そうでしたっけね。うん、鉄人28号が崖の上から落っこちるシーンなんていうのはね、もろにうちのおもちゃがね、鼻から落ちる感じだったりする。わかりますね。全然もうそのね、速度といいね、大きいものがゆっくりと落ちていくっていうそういうね、もんじゃない、ボトッと落ちる。それなりにね、そうそう、大きさなりにね、迷ってることがあるんだよ、寺ちゃん、どうしようかと思ってるんだけどね、今日名古屋のね本屋さん行きまして、その本屋に DVD のコーナーがありましてね、そこで見つけてしまったんですよ。何をですか。全集なんですがね、これを買うとね5万なんぼするんですよ。14作まとめてるんですけどね、
北の国からじゃないですよ。北の国から当然私のところに送っていただいてますから、全集を。全集をね。まだ見ておりませんけども、その佐田さんが悩んでる全集ってのは何の全集ですか。鬼平犯科帳なんです。出た、吉右衛門なんですよ。いや、私は吉右衛門が好きですから。いいですよね。もうね、あなた、はい、あの鬼平はね、吉右衛門です。そうですね、もう鬼平というのは中村吉右衛門です。そうでなければダメです。お、うんうんうん、それで悩んでらっしゃるわけだ。いや、もうね、いいんだな。中村吉右衛門、僕は好きなの。中村吉右衛門の弁慶も好きですけども、お弁慶を超えたね。もう吉右衛門は弁慶を超えた鬼平だね。鬼平だ、うん、間違いない。うん、はあ、まあ実にね、まあそういうことでございますが、買いましょう。買うか、買いましょう。テラちゃん、はい、ね、じゃあ買っちゃおう。買っちゃおう。嬉しい。さあ続いての徳島から頂戴しました、スーパー TNT。 スーパー TNT、 いらっしゃい、いらっしゃい。先日新しくオープンした喫茶店に行ってメニュー表を見ていたら、オムライスの写真がすんごくうまそうだった、うん、オムライスってね、あの中に入っているチキンライス、はい、あのちょっとトマトケチャップ味の、あれであの人生が変わりますね、あのチキンライスの美味しい店はオムライスもうまいですね。愛のあるチキンライスっていうのを最近食べませんね。うん、愛のあるチキンライス、ね、パサパサしてますね。パサパサしてますね。ピラフじゃないかこれだっていうね、なんかこうあの昔の喫茶店で出てきたような、あのなんていうんですか、こうなんていうの、磨きをかけたような色艶のいい、 あの、ね、チキンライス、甘くて酸っぱくて、あのナポリタンもそうでしたね、昔のも、そうでしたね、口の周りが真っ赤になるような、あのナポリタンがね、時々恋しいことがございますね、まあ、それはともかく、はい、オムライス私も時々無性に食べたくなって楽屋で出前の時に注文するケースございます。美味しいございます。美味しいございますね、うん、美味しいんですよ、うん、あの黄色と赤がいいんでしょうね、またあ、そう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 、色合いがね、色合いが、大人になってからあれにねウースターソースをかけるとね結構うまいってことが分かりましたね、うん、なるほど。オムライスは好きです。でオムライスを注文しました、はい、ね、うん、待つこと10分、お、うんうん、来たのはオムライスじゃなくて小倉アイスでした。そりゃ違うな、つらいな、小倉アイス、あまりのショックで、それはショックだな、俺、調べないかいと、いや何が驚くって、オムライス頼んで小倉アイスが来るとちょっと辛いな、ショックでただ呆然、うん、改めてメニューを見直しても小倉アイスはメニューに載っていませんでした、うん、俺のためにわざわざ作ってくれたんでしょうか、うん、優しい、優しいっていうか、これどういうふうに表現したらいいでしょうかね、うん、こう屈折したこの行き違いを、ね、うん、この日は小雪の前この日は小雪の舞うすごく寒い日で、小倉アイスを全部食べて367円払ってその喫茶店を後にしました。ああでも言わなかったんだ、あのオムライスなんですよとは。うん、優しいやつだな、こいつも、うん、お店も優しいし、こいつも優しいし、これなんか善意同士がすれ違うっていう、こういった人生にあるな。ありますね、もうなんかこう合唱を捧げるのみだね。合唱ですか、しょうがないなこれな、つらいなこれ、しょうがない、すまん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 ってことはないけど、申し訳ないな、うん、申し訳ない、どっちも申し訳ない、うん、よし、さて、これはどうだ、愛知県安城市の南純子、いらっしゃい、いらっしゃい、皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。以前、皆さんこんばんは。以前、おはがき大紹介のコーナーで食中毒で病院に入院した人の話や、うん、味覚障害の話が紹介されていました、うん。その話で思い出したことがあります。小学生の時、修学旅行で同級生の E さんが、旅館の食事で付け合わせとして添えられていたパセリを、美味しそうに食べているのを見て思わずギョッとしてしまいました。
聞いてみると食あたりの予防になるのだと言っていました。小学生の時によくそういうこと知ってましたね。信じられませんでした。先日健康オタクの父が、年配になりますと必ず健康オタクになりますね。ほとんどだからそういう人にミノモンタさんは支えられているという気がいたしますね。健康オタクの父が食に関する分厚い本を買ってきました。どんなことが書かれているのだろうかとパラパラと本をめくっていたところ、興味深いことが書かれていました。パセリには食中毒の予防や味覚障害に効果があるというんです。小さくなって付け合わせに添えられているパセリ、とてもバカにできませんね。口臭の予防効果もあるそうです。ちなみにパセリの他に味覚障害に効果がある亜鉛を含んだ食品、このがどういうものがあるかというと、ウインナーソーセージ、意外ですね。かぼちゃの種、これ子供の頃ね、あのしょっぱいかぼちゃの種をね、こう縦にカッとやってんね、あの下にクッと焼いて殻をピッとこすれるんですよ、あれでよくあの舌先がね腫れて痛かったことありましたね、翌日しょっぱくて。それからあのしょっぱいといえばね、あの外崎が買ってきたね、あの塩だら、塩だらの干物、あれをね楽屋でむしってくれるんですよ。それでジップロックに詰めて、マセンクリーって言われてるんですよ。でくれて、俺2袋持って歩いてるんですけど、舌の先がね、しびれる感じの、しょっぱいな、痒くなってきますね。あのね、塩だらというよりも、あのタラ、まあ魚のような匂いがする塩ですね。塩ですか。そんなしょっぱいんだ。あんまり食べれないようにしてますけどね。喉かきますんで。それから。緑茶、緑茶はいいですね。緑茶も好きですか。納豆、納豆も好きですね。チーズ、おお、いいねね。熱いんですけど、ね。熱い熱い熱い。いやいや、それはね、あのチーズフォンデュだから。ああ、そうです。ああいうの人の口に押し込んだりとか、なるべくしないようにね。ですか。本当に変なやつ。海藻類、ごま、牛のレバー。もう結構我々は亜鉛を取ってますよ。ちょっと考えてます。ココア、カズノコ。牡蠣、これは海の牡蠣だね。牡蠣、牡蠣でしょうか。牡蠣でしょう。抹茶、まあこれはお茶もそうですけど、椎茸、小豆、アーモンド、卵黄、小魚、卵の黄身はいいんですね。なるほど、いいですね。なるほどな。みんなもうあれだ、食べ物の話になるとなんかこう健康を気遣わなきゃいけない年になってくると真面目に聞いちゃうんだ。そうですね。真面目に聞いちゃう。じゃあこういう早き、セイヤング21、これは鹿児島市の仲間かおるさん、それぞれの係宛てにくださいました。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。それぞれの係というのはないんですけども、まあ別に構いませんから、まあ、どこに当てはめてもらってもいいと。弥生を迎えました。いい書き出しでございます。いい書き出しでございます、私は病院で調理の仕事をいたしております、うん、おお、病院の調理の仕事ってのは気をお使いになるでしょうね。そうですね、今日はグリーンアスパラとトマトと生わかめのサラダで、グリーンアスパラとトマトと生わかめのサラダ、はい、アスパラを5キロほど湯がいて、5キロ多いですからね、病院の調理です、5キロほど湯がいておりました、アスパラの緑の色に春だなと思いました。またツワの煮物、ツワの炒め煮を作るたびにツワのあの独特の香りに春を感じます。病院においでになる患者の皆様にとってお食事は何よりの楽しみだと思うんです。私も野菜を洗ったり切ったり、調理の仕事が大好きなんですね、患者の皆様への食事の分野でのお手伝いができることがとっても嬉しいです。今の季節は特に食べ物が美味しく感じられます、広田は病院に入院して長いこと入院した経験があるから、してますね。一月やそこらはしてましたね、お前のようにそのまあ会員、しょっぱいもの、ナトリウム会員、ナトリウム会員、塩分会員にとっては、病院の食事っていうのはもう気が抜けたような気がしない。そうですね、やっぱり薄味でしてありますからね。健康には薄味がいいんでしょうかね、ただその内科の方はそれでいいと思うんです。私整形外科に入院しておったもんでですね、内臓悪くないですよ、そんなに。いや関係ないんですよ、やっぱり体を動かさないってことはね、内臓にも負担かかってますからね、まあ、病院の名前言わないですけども、逆さまにしても落ちない肉じゃがってのやめてほしいですね。溜まっちゃってるんですよ。あんたでも逆さまにしても落ちないな
ーメン好きじゃないですか。ラーメン好きですよ、それは好きですけど。天一本店の。もうあの冷たくなったら固まるんですね。大体落ちないですよ、あの病院の食べ物。じゃがいもの煮こごりっていうのは初めて聞きましたけどね。そうですか。ちょっとあったかいもんがね、なるほどですけど、まあでも一生懸命作ってくださる方があるわけですね。美味しくいただきたいですね。まあその前にその長期入院をしないで頑張るように、我々は健康で頑張りましょう。はいね。さてさて、このおはがきはね、2枚にわたってくださったんですが、あの同じ内容のおはがきを別々の方に頂戴しました。上尾市の川名幸子さん、それから富士市の成瀬香里さん、いらっしゃいください。はい、佐田さん、学者さんたちったら今頃こんなこと言ってますよ。天然色の化石かけてください。こういう書き出しになる。恐竜たちは派手だったと見たの新聞記事なんですね。恐竜の体色、体の色はグレーや茶色とか茶系と考えられてきたが、多様性に富んでいたという恐竜像も有力になっていると、まあ、こういう記事なんですね。恐竜博監修者の真鍋国立科学博物館主任研究官は、白亜紀の植生に注目。この時期に花の咲く植物が出現した。環境に適応して恐竜の体色も多様化したと考えられると話す。鮮やかな色と模様が仲間を見分ける手がかりや敵への警告になったのではとも推測をする、こういう記事ですね。限られた情報からあたかもそれが全てであるかのように考え込んでしまうことは恐ろしいですね、情報だけが一人歩きをしているような日常の中で本当を見極める力を持とうとしないとどんどん流れていってしまう、強くありたいと思う。特に母である私はそう思う。間違ってなどいないからねと誰かが言ってくれたら少しは救われるかしらというのがアルストロメリアの歌詞を引用してございますけどもね、つまり最近になってですね、オレンジや紫や青緑といった色鮮やかな恐竜が次々と誕生していると。誕生しているというのはこれはイラストでの話ですけれどもね、でもこれはね、もう20年ぐらい前からこういう意見を言っていた人はあったんですね。僕はそれをヒントに天然色の化石という歌を書いたんです。でそうでなくてもですね、この当時というのはまだまだ遺伝子も不安定だったんじゃないかと僕は思うわけですね。だからもう遺伝子が確定しますとですね、例えばもうこういう生き物はこういう体つきで、まあ、こういう色合いでというのは決まってくるでしょうけども、まあ、神様が試してた時期っていうのかな、そういう時にはね、とんでもない色とかですね、まあ、なんか突然変異とかそういうのがねたくさん出たと思うんですよ。で僕はそういうこう想像からね、とんでもない色のそれこそね、ピンクにね、なんか真緑のまだらのね、飛ぶ恐竜とかね、そういうのがね、いてもいかったんじゃないかなと思ってね。派手ですね。それで天然色の化石って歌を書いたんですけどね、そこからスタートして、詩を書くうちにとんでもないところへ歌詞は行ってしまいました。それではお届けいたしましょう。天然色の化石、さだまさしです。さだまさしの。お笑い三流亭。面白いハガキを書こうというお笑い三流亭、もうとにかく、思えば10月以来、数々の笑いを私どもに提供してくれました、このお笑い三流亭もネット局の都合で、本日をもって一応区切りをつけたいと考えております、ということは、まあ、来週もやりますけども、一生はい、そうすると大名跡の三流亭一流も今日決定されるということになりますかね。そうしないとですね、来週発表しても、全然聞こえないと困るなと、そうですね、いうわけでですね、はい、現在ですね、一生総勢186名、そんなに来たの。そうです、200名超えるね、ついに。ねえ、うち見習いが92名、前座41名、二つ目29名、真打ちが24名でございます。真打ち多いね。でこの24名の真打ち、真打ちポイントが高いのがですね、三流亭松木雄、こちらの真打ちポイント8でございますね。8、はい、で三流亭二王が続いて真打ちポイント6でございますね。で三流2つ差だったら逆転もあるわけだ。あり得るんですね。今週、今日ですよ、
今週ね、三流亭大わらび、こちらが新打ちポイントが4でございますね。4か、4打差は大きいな。4打差大きい。4打差大きい。もうだって最終ホール残すだけだから。そうでございますね。で、4番手が三流亭インイン。こちらが新打ちポイント3でございます。3か、これちょっと届かないな、優勝までは。そこで市長、リスナーのおはがきによってですね、すごいことが発覚したんです。やった。毎週何が発覚したんだ。新打ちが続々誕生してますね。続々誕生して、そしてこれは圧力はかけてないぞ。そうです、もちろんこれはもうね、神に誓って、でそしてですね、ある程度まとめて新打ち披露っていうのをやってもらいましたね。でなんと、三流亭松清と三流亭三越の三越の新打ち披露を行っていないことが発覚したんです。参ったな。参った。どうしましょう。おい、新打ち披露してないのがポイント今トップなの。そうなんですよ。だからもう我々としてはもう当たり前のようにもう日々過ごしてきたわけでございますね。あれ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 、もうだってもうしたと思いましたですよね。したと思ったよ。当然三越だとか松清はこれ常連ですからね。そうですよね。あ、そう、やってなかったの。やってなかったみたいですね。2人が真打ちになりました、よろしく。あ今のがヒロ、ね、ファイトー松清三越ずずいーとごめんね。ごめんね。もうね、まあだ、もしかして今週も真打ちが登場するかもしれないから。そうですよ。それでは来週最終回で真打ち披露やりましょうよ。やりますか。ね。ですね。うん。そんな感じで。ともあれ、まだこう来週が終わりとかって言っても無関係に入門希望もたくさん来てるので。あ、すごいな。嬉しいよね。前座のやつが一生懸命ハガキ書いてきてるのを見ると胸が痛くなるね。ね、嬉しい。はい、このように何かこう結果ともあれ、なんかやりたいことをやるっていうのは俺好きだな。そうですね。さあ行ってみたいと思います。はい、入門希望。入門希望、7日のあやめ国分寺市。昔通勤電車で隣に立っていた外国人男性が、日本語の勉強をしているのか日本語の単語を書いたノートを一生懸命読んでおりました。そのノートをふと覗いてみると、一番上に書かれた単語、下着。マイナーだなと思いながら、その下を読んでみると、続いている単語が盗む、逃げる、警察。誰だこいつに日本語教えてるやつ。面白い。はあ、面白い。本当にあんまり面白いんで、前座に出世。すごい。はい、すごいね。入門希望、福岡県、ペンネームギターフグ保存会。もう今ギターフグないんだよ。ああ、ないんだよ。あれギターに見えないんだけど、ウクレレにしか見えない。教え子の中学1年女子の会話。ああ、中学1年の女子って面白い子いるだろうね。少女 A、 来年の今頃修学旅行よね。でも冬の京都寒そうだね。行くならいつぐらいがいいかね。少女 B、 春、桜の季節だから。少女 C、 夏、お祭りがあるから。少女 K、 幕末。新選組が好きだから。これも前座に出世だ。飛び級、飛び出世あり。赤い烈風伝説、見習いのハガキ。マッチ売りの少女に続く第2弾。バッチの、もう読めた。バッチの裏についている安全ピンを腕に刺して快感に浸るバッチ売りの少女。第3弾。雪降る街角で寒さに震えながら熱いお茶に映る幻を見る抹茶売りの少女。正座してお茶を飲む少女の頭巾の中を覗いたらばあちゃんだった。よし、前座に出世。もうすでに前座になっております。同垣内純子、怪文で攻めております。
恋しさや占い習う優しい子、よくできました。恋しさや占い習う優しい子、大変綺麗にできました。2つ目に出世、三流亭金魚はもう前座でございます。前座のハガキを読まれております。はい、4歳だった娘の幸恵と友達のケイちゃんのしりとり。娘、ケイちゃんちりとりしょ。ケイちゃん、いいよ、じゃあね、ちりとりのち。娘、ちり紙のち。ケイちゃん、え、またち。じゃあ地球のち。娘、ちばっかりだね。当時本当にしりとりの仕方も知らなかった娘、ちなみに6歳になった今でもその正確なルールを知らない。ああ、しりとりっていうのはね、言葉を覚えるのに一番いいですからね、どんどんやるといいですね。伊藤孝博、三流亭 F 藤尾、いいね。先生と怪我をした生徒の会話。先生、骨折をしたので体育を休ませてください。ん、どこを骨折したんだ。手首か足首か。え、乳首。バカ野郎。バカ野郎。いろんな人を漢字四字熟語で書いた、漢字四文字で書いた。モーニング娘。十三人へ、うまいね。ゴルゴ13、百発百中。鈴木宗男、四面楚歌。広田さん、革靴浴衣。面白いね。じゃあ、もう瞬時にしちゃおう。すごい、最終回サービス。はい、ね、三流亭ロドリー前座。この間僕が宅配寿司のお店に電話をかけた時、宅配寿司って最近流行りなんですよね。宅配寿司のお店に電話かけた時の電話に出たアルバイトの女の子とのやり取り。出前お願いしたいんですが、それではご注文をどうぞ。鉄火丼一つ。鉄火丼をお一つ。卵焼き一つ。卵焼き、卵巻きを一本。そこらかんぴょう巻きを一つ。かんぴょう巻きを一本。面白い。面白いね。二つ目に出世。さあ続いて、2つ目、真打ち間近。はい、ここまで来たら真打ちまで行きたいだろうな、とつくづく思いますね。前座に今追い越されたし、親なしの3年5組のママ改め三流亭森ちゃん。英語の時間テストを返し終わった先生が一言、どうしてこのクラスはケアレスミスが多いんだ。すると私の隣の T 君は周りを見回し、急に肩を震わせて静かに笑い出しました。しばらくして先生が、わからないところがあったら先生に聞きに行きなさいと言ったので、 T 君は席を立ち先生の前でこう言った。先生、ケアレースミスって誰ですか。ケアレースミス。いいね。いや、もう最終回サービス、真打ちに出世。おお。三流亭、炭鉱ナース板橋区。小学生の頃お小遣いの10円玉をポケットに入れ、これは重要ですからね、公園で遊んでおりました。鉄棒での逆上がり。ポケット、これ意外な展開見せます。はい、鉄棒での逆上がり、ポケットから落としてはいけないと思った私は、10円玉の話ですよ、あろうことか口に加えぐるりと逆上がり、ほう、思わず10円玉をごくりと飲み込んでしまった。あら、食堂で引っかかった10円玉は病院4軒目にしてやっと取ってもらえた。はあ、汚い10円玉が出てきた時はピカピカになっていた。遺産の洗浄力はすごい。危ない危ない、よかったよこれで済んで、ほんとうっかり変なところに入ると気管切開なんかしなきゃいけませんから気をつけてくださいね。もう真打ちに出世。お、埼玉県川越市、2つ目の三流亭お芋。孫かわいさに、おじいちゃんは小さな女の子に向かって話しかけた。みっちゃんはお目目もお口もどこはとってもかわいいね。みっちゃん、顔を手で覆い、どこも取っちゃダメ。かわいいですね。かわいいですな。同じく、三流亭お芋。お、今では時刻表を愛読書にしている10歳の息子、こういう子おりますね、
彼が6歳の時のことが忘れられず、母である私は思い出してはにんまりいたします。床に這いつくばって電車のおもちゃを動かしながらよくアナウンスの真似をしていた。まもなく一番線に急行電車が参ります。危ないですから白線の内側に黙ってお下がりください。駆け込み自動車は危険ですからやめましょう。そう聞こえるんだろうな。いいね、いい。もう2通読んだから新内。おお、そして新内、2つ目に2の三流亭小江戸、これでもう真打確定です。うん、オイスドンこと三流亭小江戸、私の友人はバスの車庫の隣に住んでいるので、バスの車庫の隣に住んでいるので、よくバスガイドさんのオーライオーライという声が聞こえる。そんなある日、反対隣の家で飼われているオウムがこの言葉を覚えてしまい、毎日でかい声でオーライオーライと喋り始めてしまった。以来友人宅ではいつかバスが後ろ向きで突っ込んでくるかもと怯えている。いいな、よし。あ、そして、これも真打ち。さあ、いよいよ真打ちのハガキを読んでまいろう。はい、三流亭ダービー改め三流亭白バイ。府中だからね。うん、さて、旅先でホテルで夫婦、ホテルに夫婦で泊まるとき、ツインの部屋なのにキーが一つしかないことが多い。うん、まあ、最近では少ないでしょうけどもね。うん、なんか昔の旅館とか、旅館のホテルっていうのはこういうことでございましょうね。大浴場から別々に帰ってくると、後に戻った方は中から鍵を開けてもらわないと困る。うん、ああそうだね。うん、そんな時、万が一何かあってはいけないというので、うん、合言葉を決めておいたりする。うん、奥さん一人で待ってると怖いですから、ね。次に旅行する時の合言葉はもう決めてある。うん、その合言葉とは、うん、部長乗った。いいね、さすが真打ちですね。さあ、続いてこれは清川村の三流亭村村。うんうん、新監督によって繰り広げられる壮絶なバトル、近日上映、千と山田の腹つぶし。なるほどね。うん、あ、潰せればいいんですが、あね。そしてこれはやはり来ますな。これは実話で攻めてきました。台北の夜改め三流亭松木よ。実話です。数年前、文化放送の人気番組やる気満々で台湾にツアーに行った時のことです。うん、台北の観光地を見学した後、何台も並んでいるバスを間違えないようにツアーの添乗員が大声で我々を誘導するんですね。やる気満々の人こっちです、やる気満々の人こっちのバスです。昼間からやる気満々の人と言われてとても恥ずかしかったです。なるほどね。意外な盲点だねこれ。なるほどな。三流亭俊之、石川県加賀市。ね、三流亭俊之、猫は生まれながら狩猟本能というのがあるそうで、うちのもセミ、バッタ、イモリ、スズメなどを取ってきては玄関で戯れたりしております。猫ね。ご近所さんの猫なんかカラスを捕まえてその場で食べたんですが、口に合わなかったようで、家に帰ってきて玄関にあった長靴に戻したようです。これが本当の長靴で履いた猫です。バカだね。そうか、こんなところか。ということはこれで決まりかな。決まりですかね、一流は。ねえ、 あと2通残ってるんだ、これ読もうかな。じゃあ、ほうほうほう、読んでも一緒だと思うね。三流亭サーターアンダギー。はい。小学校の頃のイベントです。校内石拾い大会。
全校生徒が校長のスタートの合図により、運動場内に落ちている石を集め始めます、うん、制限時間内でたくさん集めた人は褒められます、うん、その後拾った石は各自で裏山に捨ててくるというものです、うん、今よく考えると騙されました単なる石拾いだよこれはいいね、うん、いやいいね、それはいい、じゃあ松木よ、お、うん、三流亭松木よ、はい、町内会の温泉旅行が延期になった父に孫娘が聞いていました。おじいちゃんいつ旅立つのやはり松木よの勢いは止められなかったな。そうですね、うん、ああ決まりだなこれで。そうですね、まず一金賞から、一金賞から参りましょうか。はい、はい、一金賞、印象に残ってるのはやはり私はこれにあげましょう、はい、7日のあやめ、前座に飛び出世いたしました。外国人の男性が日本語の勉強をしていたと、ね、下着盗む逃げる警察誰を教えてんだってこれに、ね、一つ、一金賞をあげましょう。はい、さあ、ね、そしていよいよ大名跡の三流亭一流でございますね。はい、三流亭一流はご承知のように、はい、新打ちポイント10、なんと三流亭二葉、第2位の二葉に4ポイントの差をつけて松木夫に決定いたしました。おめでとうございます。おめでとう、頑張りました、三流亭松木夫はこれで、三流亭の大名跡であるところの三流亭一流、はい、これを襲名することと相成りました。襲名披露は来週行います、はい、そして師匠、はい、三流亭一流には何か差し上げますか。当然です。おう、セイヤング21特製座布団を差し上げます。おう、三流亭一流という文字を私が書きます。おう、書いた字を染め抜いて、おう、松木夫に差し上げます。おう、いいな、いいでしょ、これいいですね。うん、いくらかかるんでしょう。最悪ですね、ノベルティ商品を叩き売って、うん、ノベルティ商品は売れないのか。そうかそうかそうか、大丈夫です。最悪の場合に広田と、はい、お、石井と私で割り勘にしてこの座布団を差し上げましょう。その時には私も、ね、そう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 、割り勘、これはいい座布団にしますからね。そうでしょ、商店で使ってる座布団なんかどうかなと思って。いや、いいじゃないですか。ああいうのがいいでしょ。ねえ。はい。はい。以上です。はい。このコーナーもですね、今日で、はい、一区切りということでございますが、師匠。そうですね。しかし、はい、復活の予感も、これは否めませんね。うん、これはね、わからない。わからないよ。そうですね。うん、結構面白かったもんね。面白かったですね。うん、今度は三流亭超一流かなんか目指して、いただいて、ね、はい、本当にでも皆さんたくさんのおはがきありがとうございました。ありがとうございました。まあまあ真打ちだとかね、二つ目だとか、まあこれ落語家風に順位を決めましたけどもね、席順を決めましたけど、これも一つのお遊びで、はい、そのことが目的ではなくてね、これをきっかけになんか楽しいはがきを書いてもらうことが目的だったんでね、あんまり気を悪くしないで、俺の方が面白いじゃないかとかね、おっしゃる方もありますけどもね、一つお許しいただきたいと思います。たくさんのおはがき本当にありがとうございました。さだまさしのセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしています。部長、水面下で進む私たち二人の独立計画、喫茶店経営に向けて海外調査も無事終わりましたね。うん、そしてまた新たな課題も見えたな。そうですね、やはり喫茶店ですから、特に衛生面には注意しなくてはいけませんね。うん、何をしたらいい。いつも清潔な店内を保てるような準備が必要かと思うのですが。なるほど、よーし、100番100番と。部長、どこに電話してるんですか。ダスキンだよ。え、またまたダスキンですか。あ、そうか、ダスキンといえば掃除がしやすくてホコリがよく取れるモップを申し込むんですね。フロアモップにハンディモップ、確かにそれもダスキンだが、他にもあるんだな。うん、あ、わかりました、ダスキンのプロのお掃除でトイレもキッチンもピカピカにしてもらう。うん、それもダスキンだが他にもあるんだな。あ、さらにプロのお掃除で床も窓ガラスもとにかく全部きれいにしてもらう。それもダスキンだが、まだ他にもあるんだな。うーん、あ、もしもし、ダスキンですか。
害虫駆除の見積もりをお願いしたいんですが。え、害虫駆除？へえ、ダスキンってシロアリやゴキブリなどの害虫駆除もしてくれるんですね。これで虫が出る心配もなしだ。うん、ますます衛生的。これってダスキン？これってダスキン。お問い合わせは100番100番。栃木県小山市のカズピョンからの微笑みポストです。初めて胃カメラを撮りに来たおばあちゃん、私が柴森さん検査室へどうぞと言うと、おばあちゃんは病院で写真撮るなんてめったにないことですから、記念にと思って一張羅を着てきたんですよ、全くお恥ずかしいことでと言われ、見ると可愛らしい淡いピンクのドレスを着ていて、その隣には薄いグレーのタキシードを着たおじいちゃんが並んで立っていたんです。なんとも異様な光景でしたが、すかさず私が、あら、何の説明もお気になってないですかと尋ねると、おばあちゃんは、あらやだ、お化粧するの忘れちゃって、年取るとうっかりしちゃってねとおっしゃるんですね。なんとも言いようのない可愛らしい老夫婦だったですから、記念に写真を1枚撮りました。で、検査は次の日になってしまいましたけど、仲良く手をつないで帰る姿はまるで結婚式の新郎新婦そのものでした。ねえ、元気で長生きをしてほしいものでございますね。さだまさしのセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしています。部長、水面下で進む私たち二人の独立計画、喫茶店経営に向けて衛生面での準備も万端に整いましたね。うん、次に準備すべきことは何だろう。そうですね、お客様が心からくつろげる空間が必要ではないでしょうか。なるほど、お客様がくつろげる空間か。よし、100番100番と。部長、どこに電話してるんですか。ダスキンだよ。え、またまたまたダスキンですか。何だろう。あ、ホコリや花粉を吸い取る空気清浄機を申し込むんでしょう。うん、ダスキンの空気清浄機はレンタルだからいいな。だが他にもあるんだな。ひょっとして化粧室のタオルキャビネットですか。よく知ってるな。それも確かにダスキンだ。でももっとこうくつろげる気分のものだな。あ、もしもし、ダスキンですか。あの、喫茶店の店内に飾る有名な画家のアートポスターをレンタルしたいのですが。え、アートのレンタル。ダスキンって版画やポスターのレンタルもしてるんですか。そうなんだ、レンタルだから絵は気に入ったものに変えていけるんだ。これで喫茶店でも有名な絵画がいろいろ楽しめるというわけだ。これってダスキン？これってダスキン。お問い合わせは100番100番。さだまさしの水泳。初めてのおはがき。このコーナーでは初めてこの番組に書いていただいたおはがきをご紹介しています。これはね、相模原市から頂戴しました。有明恵子さん、いらっしゃい。いらっしゃい。こんばんは、初めてお便りします。先日一番下の子が通っている保育園の近くでのこと、帰り際に息子が何やらしゃがみ込んで見入っていました。突然ニコッと笑って、お母さん花が咲いてると大声で呼ぶので、近寄ってみると踏み石の傍らに小さな小さなフキノトウが黄色の花をつけていました。この花はね、春が来たことを知らせてくれる花だよと二人でしばらく眺めていました。年を重ねると忙しさやしがらみに素直な気持ちや思いを隠してしまいがち。それではいけないですよね。そうだね、本当になんか、あの、なんだか季節というものをちゃんと体の中で感じられるっていうのがね、そういう自分のこうかさついたものをね、どこ沈めてくれる、まあ、ケラチナミン効果みたいなのがね、うん、あるような気がするんですね。例えば、あの、今日はもうお彼岸の入りでしょ。そうですね、あっという間にお彼岸だなと思うけれども、なんか観測史上最速の桜の開花宣言が出されたりして、想像を絶することですけども、うん、例えば本当に時間の経つのは早いなと思うのは、明日僕は長野県の駒ヶ根で、ソロコンサート2999回目のコンサートをやって、
そして木曜日にはついに3000回のコンサート、いよいよですね、いよいよね、それで23日は3001回のコンサート、中野サンプラザホール、まあなんかあの今年の正月に今年になった時にね、そうか3000回かと思って何やろうかなとか漠然と考えてたのが、まあ瞬きする間に来ちゃったもんだね、寺ちゃん。そうですね、なんだかこの調子だと本当にすぐに5000回が来そうですね。いやいいお言葉ね。どうなっちゃうんでしょうかね、5000回まで生きてたら。いやもうぜひ。嫌ですね。いやいや嫌じゃないですよ、もう90ぐらいになってるじゃないですかね。本当にね、同じベースで歌ってたら怖いでしょうね、同じ長さで。いやだよな、まあタイは力蔵さんじゃないんだからそうはいかないだろうけどね。考えさせられるおはがきもありますよ。立川市の加藤みどりさん、いらっしゃい、いらっしゃい。初めてお便りいたします。佐田さんのセイヤングはこの度の放送で初めて聞くことになりました。20年前は聞きたくても聞くことができない状況にありました。というのは私は今年46歳になります。17歳にして原因不明の病から全盲と車椅子の障害者を余儀なくされました。あら大変だったですね、17歳で。23歳の時地域に自立し、7年前立川市に転居しました。その理由は介護保障の問題が大きな壁だったからです。ああそう、介護の問題で住み慣れた地方を離れることは無念な思いでした。無念だったでしょうね。このことだけで住みたい場所を選べないのはまだまだ不平等な社会だと思います。現在の経済不況の中では弱者はますます厳しい立場に立たせられています。青少年の犯罪や教育福祉などなど考えていかなければならないのではないでしょうか。今8時になりました。青少年の犯罪や教育福祉など大人たちがもっともっと考えていかなければならないのではないでしょうかなどと考えている日々、転居してから佐田さんのコンサートに出かける機会を持つことができました。あ、そうですか、ありがとう。佐田さんの歌やトークを聞いていると頑張れよと励まされているような気がします。まあそう言っていただけると嬉しいですね。いつもまあ僕ら応援歌のつもりで歌ってますんでね。そんな風に感じているのは私ばかりではないはずです。これからも佐田さんの笑いと歌声に励まされている人間がいるということを忘れないでください。そしてこれからも素敵な歌を聴かせてください。忙しい仕事、 お体だけは大切に。またコンサートに行きます。こういうお話ありがとうございました。元気で頑張ってね。3000回別に目標に来たわけじゃありませんのでまだまだ行けるところまで、行こうとこういうふうに考えています。初めてのおはがき、本当にありがとうございます。もう一つ読もうかな。匿名希望さん、今は子持ちのおばさん、いらっしゃい。先日家族を送り出し何気なく新聞をめくりますとラジオ欄にさだまさしのセイヤングと書かれているではありませんか。いつからやってんのと今まで気づかなかったことに後悔しつつ夜の7時に忘れないようにタイマーを押して録音をしました。午後7時はちょうど夕食時でゆっくりと聞くことができないんですね。次の日またまた家族を送り出した後昔の恋人に会うような気持ちで、だって私は高校生の頃から佐田さんの写真を部屋に貼っていたんです。あ、そうですか。私のルックスに負けたタイプの人ですね。気持ちはよくわかりますよ。なんだヒロ、そのそっけない言い方は。全くだ。あらら、いやいや、なんだか許せないわその反応。若くて美しかった時期もあったんでございますのよ。テープをかけますと懐かしいあのオープニング。そうだよね。そして佐田さんの声に思わずキャーッと声を上げてしまいました。深夜の句会こそないものの、絵はがき坂のイントロにいらっしゃいのチリリン、心はすっかりあの頃へ。実はあの頃好きだった人も熱心なサダファンで、
車の中で聞くのはいつも佐田さんの歌でした。三国志もテープに入れて2人でよく聞いてました結局彼とは別れてしまい、いつか2人で訪れたいと思っていた絵はがき坂へは1人で行ったのですが、佐田さんが嫌いになるどころか佐田さんにたくさん癒してもらいました。いろいろなことがあったはずなのに、なぜだかいい思い出ばかりが目に浮かび、切ないくらい懐かしかったりして、一曲一曲に彼との思い出が詰まっているんですよね。妻となりまた母となった今、久しぶりに若かった私に会えたような気がして、こんな温かい気持ちにさせてくれた浅田さんにお礼が言いたくてペンを取りました。浅田さん本当にありがとう。声援が終わってしまうのはとても残念で、大切な人が遠くへ引っ越してしまうみたいで寂しいです。でも一月だけでも聞けてよかったです。4月から浅田さんに話したくなったらどうすればいいんだか教えていただけたら幸いです。ああそうですか、なるほどね。こういうおはがきをたくさんたくさん頂戴してるんですが、テラちゃん、はい、こういうご質問がたくさん寄せられております。はい、それではご報告でも番組からすごいお知らせを、それでは佐田さん申し上げてよろしいでございますか。はい、よろしゅうございます。ここでいきましょう、うん、皆さんよろしいですね。はい、来たる5月3日来た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 5月3日ですよ。はーい、連休の真っ只中。はい、文化放送ホリデースペシャルと題しましてですね、出たね午前11時から午後1時までの2時間、さだまさしのセイヤング21スペシャルをお届けいたします。終わらないね、なかなか当たり前ですよ、冗談じゃありません、番組はですね、もちろんハガキコミュニケーションラジオでございますよ。そこで皆さんのおはがきをただいまより大募集いたします。もうすでに募集しちゃう。もちろんです。ね、ですから先ほどあのおはがきありました。あの4月からどうすれば、1ヶ月待ってください。ね、今書いてもいいですよ。5月の3日には届くんですから。あ、そりゃそうだ。そうでしょ？なるほど。ね、そこでですね、皆さんのおはがきただいまより大募集いいですが、日頃思ったこと、感じたことを書いていただくおはがき大紹介。そうです。もちろんございます、このコーナーが。そしてこの日はですね、もうすぐ子どもの日ということで、うん、微笑みポストスペシャル。お、例えばの子どもの仕草や言葉に思わず微笑んでしまったというね、子ども特集、子ども特集、こういったおはがきも大募集いたしますよ。うん、またの気分爽快、気持ちいい季節ですね。そうだね、気持ちいいね新緑若葉寄せ、うん、三流亭一門会と題しまして、お笑い三流亭も復活するんですよ。もう下の根もからかぬうちに、ね、とにかくですね、面白いハガキを今から書きまくってください。そうだね、今から OK ですから。もうじゃあ、 松清は一流という名前で登場するわけですね。そういうことになります ね、 ね、もうおかしなハガキは書けませんよねそしてですね、さだまさし大研究会、こちら春の研究発表会も行いますよ。そこでこちらのテーマ発表いたしましょう、うん、放送日が5月3日ということもありましてですね、うん、テーマは誤算、うん、ね、5月3日で誤算、誤った計算ね、誤算、うん、つまり虎ぬ狸の川山よ、またあの嬉しい誤算とかですね、うん、この誤算にまつわるおはがき大募集とかですね、誤算違いね、うん、これで放送日を忘れることもない、5月3日、ごとさん、ごさん、なるほど、宛先こちらでございます、うん、郵便番号160-8000に文化放送さだまさしのセイヤング21スペシャル、それぞれの係まででございます。そうですね、ということですよ。 おはがきどしどし今からお寄せください。さあ、じゃあお知らせ参りましょうか。さだまさしのセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしています。部長、水面下で進む私たち二人の独立計画、喫茶店経営に向けてお客様のくつろぎの準備も万端に整いましたね。うん、次はいよいよ私たちの準備をしなくてはな。なるほど、私たちの準備ですね。うん、これは深いぞ。よし、100番100番。と部長、ひょっとしてまたダスキンに電話してるんじゃないでしょうね。うん、ダスキンだ。え、本当にまた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 ダスキンですか。なんだろう、今度は私たちの準備ってことは身だしなみですか。そうだ。あ、思い出した、ユニフォーム。お、よく知ってるな。確かにユニフォームのレンタルもダスキンだが、他にもあるんだな。あ、もしもし、ダスキンですか。
健康と美容についてなんですが、化粧品のことについてちょっと。化粧品までダスキンなんですか？このカサカサだった肌がほら、こうやって化粧水で叩くと、ほら君もなんだかいい感じだろ。部長、僕男なんですけど。何？私だって男だ。男だろうが女だろうが、お客様をもてなすにはまず綺麗でいなくてはなるまい。そうだろう。はい。これってダスキン？これってダスキン。お問い合わせは100番100番。せーや。ではここで文化放送ニュースと天気予報です。報道部から上野智弘アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。野党側が提出していた自民党の鈴木宗男氏の議員辞職勧告決議案は本会議での採決が見送られる見通しです。衆議院議員運営委員会はあさって委員会を開き、本会議での採決を求める野党側の動議を与党3党の反対多数で否決する見込みです。自民党の山崎幹事長です。通信社の支持率、拝見いたしましたが、支持率むしろ上がっている状況でございますので、今日の時点でさらに小泉政権に対する支持がむしろ強化されたと、そのように考えるわけでございます。辞職勧告決議案の取り扱いにつきまして、これについて厳正な態度を取りますのはですね、憲法上の義理があるからでございまして、これは一貫しております。どの決議に関しましても同様の態度を取ってまいったわけでございます。次に、時事通信がまとめた世論調査によりますと、構造改革よりも景気回復を優先すべきだと答えた人が 51.7% と、去年6月の調査開始以来初めて過半数を超えました。また仮に失業や倒産が増えても不良債権の処理を進めることについて反対と答えた人は 39.0% で、賛成と答えた人をわずかながらも上回りました。景気の低迷が長引く中で、痛みを伴う改革を掲げる小泉内閣への支持が薄らいできたことを伺わせます。おしまいに、自民党衆議院議員の平沢克恵氏は今日福岡市内の講演で、ある野党の幹部から田中真紀子前外務大臣を担いで次の選挙を戦いたいので仲介の労を取ってほしいと持ちかけられたものの、選挙の時だけ党首に立てて田中前外務大臣を利用しようとしても、そんな話には乗れないとして断ったエピソードを明らかにしました。ニュースは以上です。続いてお天気です。関東地方は大気の状態が不安定になっています。今夜までは突然の強い雨や雷にご注意ください。明日は南部ではすっきり晴れるでしょう。一日を通して雨の降ることも少ない見込みです。雨の降ることもない見込みです。北部も日中は晴れますが、夜遅くになると雲が多くなり、一部でにわか雨か雷雨がありそうです。明日の最高気温は17度から20度くらいと、引き続き暖かい陽気となりそうです。東京地方、今夜は南の風がやや強く、後北東の風、曇りところにより一時雨か雷雨で、夜遅くなって晴れるでしょう。明日は北西の風、後南西の風、沿岸部で強く晴れでしょう。降水確率はこの後、今日いっぱい 30%、明日は 0% の見込みです。以上、報道部から上野がお伝えしました。さだまさしの水泳や。第さだまさし研究会。こんばんは。第さだまさし研究会第1回長、雨や風にも強い、錆びない、100人乗っても大丈夫、一家に一台、第さだまさしです。それではここで幹事長を紹介しちゃおうかな。文化放送アナウンサー、寺島直政くん。会長大会長、今日も一生懸命研究してノーベル賞主演男優賞を目指そうぜ、なあ、まさし。いや、だからわけわかんないって言ってないんで、コーナー行こうよ、コーナー。はい、行きますよ。このコーナーでは一つのテーマをいろいろな角度から研究して自由な形でハガキに書いていただこうというコーナーでございますね。そうだね。今月の研究テーマは会長の3000回コンサート記念いたしまして、3000または3または1000、これで統一しておりますよ。そうだね。それではですね、まずは私の研究を発表させていただきます。お願いしましょう。先週に引き続いてギネスの記録に載っている3000に関するものをご紹介いたしますが、はい、1分間に
3720回、うん、これ1分間1分間に3720回、これ何の記録かお分かりでしょうかね。1分間に3720回ってのそれすごい数です。人間のやった記録なの。はい、人間でございますね。1分間に3720回、イギリス人でございますね。イギリスとは直接関係ないんですけど、想像できない。実はですね、これ、はい、ドラムを早く叩く回数の記録っつんですね。なるほど。それにしてもすごいね。1991年の10月24日、イギリスのドラマーのフィンレイク・レジャー・ブラックウェルさんという、知らねえ、まあ、妙に長い名前の人なんですけどね。ブラックウェルね、ブラックウェルさんね、うん、という人が樹立したものででして、うん、ドラムを1分間に3720回、つまり1秒間に直しますと、うん、62回叩いたことになる記録なんですね。すごい、1秒間ですよ、もう目にも止まらぬ、すごいじゃないですかこれ。だから当然ロールでしょうね。はあ、ロールでも無理でしょ。ロールってのはダララララってやつですね。そうね、こうでも1秒間に62回って言ったらこれ すごいですね。どうやって数えたら、今度島村英二さんに聞いてみようか。お願いしますよ。ね、3000回一緒ですから、ねね、うん、こんなことができるのかどうか。64回1秒間に62回、62回挑戦してもらいましょうか。ねえ、ね、すごいっすよ。そうですか。びっくりこきました。なるほどね、すごいね。はい、ということでございましてですね。なるほど、すごいな。まあ早弾きっていうのはね、よくあるじゃないですか。みんなね、例えばね、ジョン・マクラフリンなんてギタリスト早弾きで有名だったんですけどね。おギタリストですけど、もうとにかく早いんじゃん、ブリ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 ってやるんですけど、だんだん年を取るとスローハンドになっていくんですよね。それは年を取るからじゃなくて、まあだんだんにその早弾きができなくなるとい こう体力的なこともあるでしょうけれども、音楽はその早く弾けばいいってもんじゃないでしょ、なんかこう味わいというもので勝負するようになっていくんですよね。なるほどね、そうするとそこまでたどり着いた人は一流ですね。でもやっぱり早く弾くだけの技術力がないと一流にはなれないんです。難しいですね、やっぱりプロとアマチュアの差は速度ですね。どの世界を見てもやっぱり速度だと思いますね。野球にしてもそうだし、あそうですね、相撲にしてもそうだし、あ本当だ、僕は音楽でもやっぱ同じことは言えると思いますね。速度、速度、ね、プロとアマの一番大きな差はね、速度というのは、例えば僕はスタジオミュージシャンっているでしょ、レコーディングの時に付き合うスタジオミュージシャンの普通のいわゆる、スタジオに入らないプレイヤーとの一番大きな差はね、理解力の速度なんですよ。はあ、つまりこれなんですね。つまりこの曲を作った人間、演奏する側が作った人間の意図と編曲者の意図をどれだけ早く掴んで、それを思ったように再現してくれるかという能力、はあ、これやっぱスタジオミュージシャンで一流と言われてる人たちのその理解力の速さはね、群を抜いてますね。やっぱりね、ああすごいですよ。そうですか。プロのミュージシャンっていうのはね、やっぱり速度かもしれないと思いますね。いろんな速度があるもんですね。いろんな速度がありますね。これはね、坂戸市の中川恵子さん、いらっしゃい、このおはがきはね、はい、3でいただきました。三味線、さださん三味線を弾かれたと記憶しておりますが、いや弾いたことありますが、弾いたことありますが弾けるわけではありません、うん、沖縄の方の三線、はい、うん、ね、三線の保有率、うん、弾くことができるっていう意味ですよ。お想像できます、保有率、三振の保有率。いや分かりません、皆目見当がつきませんね。見当つかないね、500年の伝統だそうですけども、A 六輔さんの番組で、この方はお知りになったそうですが、120万人の人口で21万兆あるんですって。6人に1人、あらま、3世帯に1世帯が三振を持っているそうです。はあ、大変な数ですね。A さんご自身も音楽にあふれた沖縄ですねと驚かれておられました。それと同時に神奈川県厚木市はハーモニカの街ですよとおっしゃっていました。お
一人の人がハーモニカを弾き続け町中に広まったんだそうです。アジアハーモニカ大会、7月から8月が開かれるのは厚木だそうです。知らないこと多いですね。本当に知らないことって多いよな、俺ねすごいなと思ったのはね、このおはがき、狩竜玲子さん、はい、狩竜玲子さんはね、練馬区の豊島園の近くに白山神社という神社があり、そこには2本の大欅があります。1083年に源義家、八幡太郎義家ですね、きっと、はい、源義家が奥州征伐に出陣する際に奉納したと伝えられていますから、樹齢はおよそ1000年ということになります。2本とも国の天然記念物に指定されているそうです。1000年もの時間がこの大欅の中にはずっと継続して流れている、そのことに驚きと恐れを感じます。すごいね。そうですね、こんなにも長い命を与えられているのはこの世でおそらく樹木だけではないでしょうか。1000年の命に比べたら我々人間の7、80年の寿命のなんと儚いこと、目先の小さな損得にこだわることなど愚かなことだなと教えられるような気がいたします。こういう話、そうですね、実はこのことはですね、練馬区にこんな木があることを知ったのはごく最近のことなんです。三流亭で前座に昇進した時、地元にまつわる名前をつけたいと思い、いろいろ調べる過程で巡り合ったんです。結局大欅の名を使うのは断念しましたが、引っ越してきたばかりの我が町を知るいい機会になりました。勉強の材料っていうのは三流亭にも転がってる。そうですね。ただ三流亭でケラケラ笑っているうちに、なんかあれが面白かったとか言ってる俺たちは一体何、寂しくなるよね。本当だぜお前。これはなるほどなと思ったのは噂の運転手さん、はい、朝のラッシュ時間帯、電車には10両編成でおよそ3000人のお客様が乗っておられます。ほう、10両編成で3000人乗ってるって知ってた、テラちゃん。いや知りませんでしたね。ねえ、1両に300人乗るんだね。そういう計算になりますね。ねえ、我々乗務員が最も神経を使うのがこの時間帯です。運転手は普段以上に乗り心地の良い運転を心がけているんです。それでも目の前で遮断機の降りている踏切を無理に渡ろうとする人たちがいて、突然ブレーキをかけることも時々あります。本当ヒヤヒヤものなんですよ。3000人のお客様の命を預かるというのはとっても責任重大。それだけに無事に終点に着いた時はすごくほっとします。必ずふーっと一息出ますよ。このふーっと息をつく瞬間、この仕事のやりがいも感じるんですね。私にとって運転手という職業はまさに転職です。転職ね、転職だ。すごいな、こうやって一生懸命、運転してくれてる人があるんだな。そうですね。ただこう電車に乗るだけでもね、こうやって頑張ってる人がいるんだなんてことをこのハガキで教わりますね。高橋優子さん、阿鼻子市から。さださん、皆様こんばんは。うちの金魚は体長が30センチあります。でかすぎる。尺の金魚ってのはすごいな、おい。金魚か、金魚なんだ、金魚なんだ。胴回りが約20センチもあります。うわー、すげえな。ババさんの手ぐらいあるんだな。どうせすぐ死んでしまうだろうと空き瓶で飼い始めたところが、すでに7月で7年目を迎えます。ほう、子供の友達からはこれ恋と言われ、さすがに水槽を買い替えたものの、それも小さくなってきています。生き物の世話はどこのご家庭でも最後はやっぱり母親の役目になってしまうらしく、決して可愛いとは言えない無芸退職のこの金ちゃん。金ちゃん。この世話は今私以外誰もしようとしないんですよ。餌をやり忘れると尻尾で水を跳ね上げて周りをびしょびしょにしたり、自己主張しますね。病気になれば薬を買い、我が子のように心配したりと手間ばっかりかかるんですが、7年目となると情が移ってしまい、もし寿命を迎えた時は泣いてしまうだろうなと金魚の長生きを願うこの頃です。ああ、そうですか。金魚が7年。
ねえ30センチかける20センチですから、尺の金魚ねえ、尺の金魚驚いちゃうね。どうなっちゃうんかしら将来は。すごいよ。ほらあれだよ、俺なんかあれだもんな、宇多島でさ釣りしてても尺の白ギスなんか上がってみろお前、おお大変な騒ぎだからな。もうさ天ぷらなんかもったいないですからね。ほうほう、いやごめんなさい、金魚天ぷらにするつもりないですよ今白ギスの話ですから、ね、大きさの話でね、釣れるやつ。ちょっと誤解を招くような発言をいたしましたことをお詫びしたいと思います、うんうん、まあそうか、白ギスちょっと不謹慎だったな、その白ギスと金魚をな、ね、うん、まあ白ですからね、まあ、白と金魚をね、ごめんごめん、すまんすまん、申し訳ない。さあおはがきを読んでまいりましょうか。おはがき大紹介のコーナーをやる前に大さだまさし研究会締めましょうかね。わかりました、はい、ね、さだまさし研究会今月のテーマは会長の3000回コンサートを記念して3000または3または1000でございますね。そして、はい、先ほどもお知らせしましたが、うん、5月3日、文化放送ホリデースペシャル、さだまさしのセイヤングスペシャル、ね、21スペシャル、うん、こちらでもですね、うん、大さだまさし研究会、春の研究発表会行います。いいね。で、研究テーマは5月3日にちなんで、5と3、5、3でございますね。人間関係の5、3、ね、うん、人生の5、3、うん、笑った5、3、嬉しい5、3など、ね、うん、そうだね、形は自由でございます。はがきに書いてこちらまで送ってください、うん、郵便番号 160-8000 に文化放送さだまさしのセイヤング21スペシャル大さだまさし研究会誤算の係まででございますね。喜んでくれてる人もいるでしょうね、はい、また5月にもやってくれるんだ、よろしくお願いいたしますよ。でもなんかがっかりしてる人もいるだろうな、え、なんだ終わるって言っても続くんだ終わったはずなのに、うん、終わらないってなんか粘土質のうんこみたいな拭いても拭いてもこう拭ききれないというそういうような感じですよね。ごめんなさい、あれお食事時のこんな話をいたしまして大変申し訳ございませんでした。どうかお詫びをして、お詫びを申し上げたいと思います。テラちゃん来週も頑張りましょうね、はい、以上大さだまさし研究会でした。せいやさだまさし今月の歌です。今月はですねアルストロメディア一番新しいさだまさしのアルバム夢売り草から、お届けをいたしております。今週は、いつもね僕はコンサートでどうぞ元気でねと お願いをします。元気と勇気、これは使えば使うほど増えるんですよという話をねいたします。ですから使わなきゃ損ですよ、そんな思いを歌にしました。小さな手さだまさしでお届けします。さだまさしの水おはがきを続けてまいります。ペンネームフッチン、いらっしゃい、いらっしゃ い社長、さだ大社長、就職活動で疲れ気味のフッチンですが大きな声を聞くとほんま元気が出ます。朝自転車駐輪場で管理人のおじさんから、兄ちゃんおはよう、いつも新聞を買っている売店のおばちゃんから、いってらっしゃい、混雑を避けるため一番後ろの車両に乗っていますが、車掌さんの出発進行の大きな声、まれに何度聞き直してもピーナッツ最高にしか聞こえない社長がいたりするのも意図おかしそして毎週月曜日のテラちゃんの絶叫でもあと1ヶ月ないんだと思うと少し悲しい。番組終了前の今一つ心残りなのは、広田大秘書室長の雄たけびがこの番組では一度も聞けていないこと、あのはーい社長おはがきでーす。懐かしいですね。私に今一度元気をパワーを与えてください、あの雄たけびをリクエストしますそれではエコー付きで広田秘書室長、元秘書室長の、おは、はーい社長おはがきでーすを、はい、やっていただきましょう、はい、じゃあ参ります。はい、社長おはがきでーす。いい声だ ね素晴らしいね、素晴らしいですね、うん、まあ、吉島さん大変ですねこれ大田区の石川雅宏、いらっしゃい、いらっしゃい。花粉が飛んでいます、
みんなマスクをしているのでおならをしてもバレません。美穂くんしっかりせ。お前がしっかりせ。ったく。世田谷区中村ひろみ3位らしい。いらっしゃい。佐田さん、寺島さん、広田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。もしかしたら記憶のいい佐田さんでしたら覚えてらっしゃるかもしれませんが、私は500色の色鉛筆を持っています。覚えております、うん。ところで先日パソコンで海外通販のチェックをしていたら3000色の色鉛筆というものが売ってました。はぁ、欲しい。私の頭の中にはそのことばかりが締めが、しかし兼業主婦とはいえ会社勤めもしておりますから。でもその値段約17万円には清水の舞台から飛び降りる、いやエベレストからのバンジージャンプをする心境です。2週間悩んだ挙句、買ってしまえと思った瞬間、ふと思うところがあり、急に熱が冷めてしまったんです、うん。それは色の名前は何語で書いてあるのだろう、それを一体誰が訳すのだろうという疑問。主人に頼って問い合わせをしますと、なんと鉛筆には色の名前はなく投資番号が打ってあるだけとのこと、うん。ねえね、つまんない。やっぱり今持っている妖精のため息とか朝もやのじゃがいも畑なんていうわけのわからない名前がついている鉛筆がいいや。なるほどね。結構だですね。じゃあ中止ですね。中止。購入は。ああ17万円のね色鉛筆ったらね、ちょっと根性いりますね。うん、ああだって5万6千円の鬼平犯罪をちょっと考えちゃいますからね、僕。ね。5万6千円ですよ。でも。注文のためだったらいいかな、いや買いましょうよ。テラちゃんなんか押すね、なんかすごく。いやだって後悔するより今買った方がいいですよ。うんだな。ええそうですよ、見るのは先取っとけばいいんだから。あそうだな、ね、今ちょっとお忙しいでしょうから、見る暇、見る暇ないんだよ、ね、実際に、買っとくと安心しますよ。あそうだな、ね、よし買うぞ。よし、はい、嬉しい。なんかすっきりした、胸の使いが取れた。あーって何ですか。いやいやいや、ペンネームテニスのおばさま、いらっしゃい。いらっしゃい。この間の放送で原農野菜の話がありましたね、うん。うちは義理の父が野菜の移動販売、義理の母は野菜作りをしておりますが、うん、うちのお客さんはよく知っていて、季節のものでなくて義理の父が市場で競り落としたものは売れ残るんですけど、うち、ん、で作ったほとんど農薬を使わないで作ったものはほとんど売れ残らないんです、うん。知ってるね客も、うんうん。季節になると注文を受けたり直接畑に買いに来てくれたりするんですね、うん。で確かにスーパーに行くと綺麗なものを買う人が多いようですけども、市場でも同じです。虫のついていないものの方が高く取引されています。でも少しずつ少しずつ良さが見直されてきてるんです、うん。全国の農家の皆さん頑張りましょうね、なんか元気の出るようなハガキだね。そうですね、これね、神奈川県の藤田千代子さん、私の実家も農家なので、この前のトマトを作っている人のハガキの気持ちがとってもよくわかるっておっしゃる、うん、ね。いらっしゃい、いらっしゃい。佐田さん、皆さん最近野菜にも凝った名前のものがあるのをご存知ですか。いや、ありますよ。あの徳谷のトマトなんかね、うん、有名な高知ですけどね、うん、桃太郎なんていうトマトもあるし、お、うん、いろいろありますよね。にらめっこという長崎さんのにら、へ、うん、にらめっこ、ホレタス、茨城県岩井市のもの。でも一番すごいと思うのは熊本産のトマト、うん、妻節子。いいな。妻節子はパリッとして味、パリッとしてっていうのはこのトマトのこのプリッとした感じが出てるな、パリッとして味が濃くて美味しいですよ。きっとこの品種を作った人の奥様が節子さんなんでしょうか。以上、名前が面白いと迷わずそれを選ぶ私のレポートでした。トマトの入っていた袋ですね。原農薬栽培農産物、生産者直送、熊本県産トマト妻節子。素晴らしいですね。そうですね。なるほど、こうやって頑張ってる人いっぱいいるんだな。うん、
さてさてさて、これはね、もう卒業シーズンなんですね。ああ、うん、卒業シーズンも過ぎたのかな。まあそうですね、うん、まあ、なんかあの袴姿の女性なんか見ますね。ああ、そうですね、言われてみれば、2通来ております。三郷市の福森恵子さん、いらっしゃい、いらっしゃい。友人からのメールに息子さんの卒業式のことが書いてありました。伊賀上野の高校に通っていらした息子さんはかなりの人気者らしく、制服の第二ボタンはもちろんのこと、他のボタンや学年証までも取られて得意満面だったとか。私の息子も今年卒業でしたが、男子校のためか。やだな、男子校の卒業の時に、お前のさ、第二ボタン俺にくれよ。思わず言われたら生唾飲み込んじゃうよな。先日文化放送の他の番組でしたか、吉田照美さんだったと記憶していますが、僕らの時はそんなのなかったよ。あの節はもっと新しい時代だよ、多分柏原芳恵あたりの歌から出たな、なんておっしゃってました。私はさださんと同世代ですが、やはり彼女の歌を聴いて初めて知りました。自分の卒業式の時、周りの友人たちも何も言ってませんでしたっけ。でもひょっとして知らなかったのは実は私だけだったんでしょうか。当時のボーイフレンドは第二ボタンを用意して待っててくれたのだろうか、なんて今頃思ってもな、さださんって。そうだな、今頃思ってもな。袖ヶ浦市のあゆりんのママさん、いらっしゃい、いらっしゃい。卒業式というと送られる側が主人公ですが、送る側の娘、小学5年生の毎日を見ておりますと、送る側の準備もとても思い出になるんじゃないかなと思うんです。体育館の入り口を飾る紙の花のアーチ、壁には各学年の思い出を描いた絵、桜の木に花びら、それから指揮科の練習、送る言葉の練習、6年生のプレゼント、ケナフで作った紙すきのしおりです。これの作成、エトセトラエトセトラ、日々大忙しです。きっと心のこもった卒業式になるだろうなと思っています。さださん、どんな卒業式の思い出がありますか。残り数回と寂しくなりましたが、最後まで応援していますよ、ということでございます。あゆりんのママさん、ありがとう。僕は葛飾区立中川中学校というところの卒業生です。葛飾区立中川中学校は、昔、こう浄水場があったり、近くに杵川薬師と、これ大変古いお薬師さんがあったりして、正門まで、道路から正門まで、何十メートルかの細い路地を通って入っていくんです、うん、でこう路地を通りから路地を何十メートルもこう入っていくと正門がこうあるんです。それは今でも変わりません。僕らの頃は木造でしたが、先日行ってみましたらば、同機械で行ってみましたら、きれいに全部、鉄筋に変わっておりました、うん、でも正門までの距離は全く変わっておりません。僕らが卒業するときは在校生がこの細い道路に両側に並びます。そして卒業生が出ていくのを両側から送ってくれるんです。これは感動しましたね。細い通路をね通って大通りへ出ていくんですけどね、正門を出てね、在校生が両側にザーッと並んで、ね、その間を卒業生がずっとね何か言われながら通っていくんだね。へえ。でも僕らの頃はやっぱ東京にいたせいですか、第二ボタンなんかは当然ありましたよ、好きな人にあげるんだな。私なんかは当時好きなちいちゃんにあげなきゃいけないと思って、うん、第二ボタンは隠し持っておりました。先に取って、ちぎっとる。もう私も大変人気のある、卒業生でございましたから、もうボタンから何から、もうむしり取られて、でその時に髪もねむしり取られたんですよね。早い早いよ。ちょっと言い訳にならなかったかな今。あ、そう、じゃあまあそういうことでした、ね。いろんなおはがきが来ていいな、楽しいな、この番組やってるとね、もういろんな生活感とかね、とかなんか人がね暮らしてるっていう体温がね、はがきに満ち満ちててね、僕が好きなんだよ。そうですね、はがきっていうのはね、嬉しいね、てらっちゃん、本当に。こんなはがきが来てんだけどさ、ラジオネームはるちゃん、はい、いらっしゃい。私の娘のお婿さんのことなんですけど、まあお婿さんというかご主人なんですよね、24歳なんですけど、別に思いっきり生電話じゃありませんからね。24歳なんですけど、アルコールがダメ、からしもダメ、お寿司はもちろんサビ抜き、観覧車もジェットコースターもお化け屋敷もダメ、映画でやったハンニバル、もうこれは絶
然ダメ、キムチもダメ、カレーはバーモントカレーの甘口、献血はいやいやながらも一回やってそれっきり二度と嫌だって言ってます、スポーツができて体型もいいのに結構顔も良くて女の子にもモテたそうですけど、これです、なんか情けないです、とほほ、なんとかならないですかね。別にいいじゃないですか、何にも悪いことないです、アルコールがダメ、結構じゃないですか、からしダメ、女の人いっぱいいますよ、観覧車もジェットコースター、私もあまり好きじゃありませんよ、お化け屋敷嫌いです僕は、何にも人生でこんなに怖い思いしてるのに、なんで金払ったまであんな怖い思いしなきゃいけないんだと、私はホラー映画も嫌いです、カレーは辛いのが好きですけど、献血は私も注射が嫌いですから怖いです、ね、こういうことで男の価値が決まるわけじゃございませんよ、それは私 のごくごく身内に酒は大好き、辛いものも大好き、ね、飲んだくれちゃ夜遊びをし、姉ちゃんは大好き、タバコはバカバカ吸う、ね、怖いものも怖いものは嫌い、そんなやついっぱいいますよ、ほっといてくれあれ分かった、お前だってほっといてくれ、あ、そう、そうかそうか、このハガキは神奈川県藤沢市の菊野秀美さんから頂戴しました。いらっしゃい、いらっしゃい、何気なく見ている新聞の、ちょっとしたトピックスを紹介しているコーナーなんですが、西洋的なのでお便りしました、もう行き先が決まったのでしょうかという、青鉛筆というこの小さなコラムを切って貼ってくれました、わしは東京都都電荒川線に1台だけ残る一休さん、前哨塔が一つしかないじゃろ、だから皆そう呼ぶ、終戦直後から走ってきたが、おととし現役を引退した、廃車にするなと言ってくださる方がいたそうで、都が譲り先を募っておった、ただし都も財政難、わしを運ぶ費用など約300万円は自己負担という条件だった、この不景気じゃろ、金のかかる老体なんて誰も欲しがらんと諦めておったが、幼稚園や企業などから7件申し込みがあったそうだ、いやはやもう少し皆さんのお役に立てそうじゃの、こういう写真が添えてあります、なかなかいいですね、こうしてなんだかこう一生懸命、頑張ってる電車がね、またどっかで、誰かの夢を紡いでいくのかなと思うと嬉しい気持ちがしますね、昔の日本のものは、ゴミにならなくて必ず次にどうなる、これがこう、これとして使えなくなったら次はこういうふうにして使う、そういうふうにしてね、ゴミっていうのはほとんど出なかったものがあった時代、なんか文化の高い時代だったんだなと思います、今はなんかゴミばっかり増えて中身はスカスカのような気がしますよね、茨城県北茨城市の斉藤千恵子さん、いらっしゃい、いらっしゃい、食卓にフキノトウが並びました、我が家の畑の脇の土手で採れたものです、天ぷらとフキノトウの味がよくわかる味噌炒めの2品、子供の頃はどうしてわざわざこんな苦いものを食べるんだろうと毛嫌いしていましたが、大人になってだんだんとこの苦さの虜になりつつあります、でもピーマンは今でも苦手です、春がもうそこに来ています、フキとフキノトウの歌をリクエストします、お届けいたしましょう、さだまさしです、フキノトウの歌、さだまさしのせいや、今日は、たくさん時間を取ってますから、いっぱいハガキも読んでまいります、ラストレターの時間になります、松戸市の大久保ひとみさん、3月11日です、昨年9月11日のアメリカの同時多発テロ事件からちょうど半年になります、ブッシュ大統領がこれは戦争だというのを聞いた時、私は世界は戦争に突入してしまうかもしれないと思いました、10月18日からはアメリカのアフガニスタンに対する軍事報復も始まり、日本の自衛隊も後方支援という名のもとにその戦争に参加しています、私たちは世界貿易センタービルが崩壊する衝撃的な映像を何度も何度も見ました、あの事件で失われた一人一人の命の重さを考えると本当に胸が痛く涙が止まらない、でも同時にアメリカの空爆で犠牲になったアフガニスタンの多くの難民のことも考えずにはいられません、彼らの多くはタリバンともビンラディンとも無関係です、この冬を毛布一枚ない瓦礫の中で彼らは一体どうやって過ごしたのでしょうか、
半年経って思うことはもっと別の解決方法があったのではないかということです。どこかで憎しみの連鎖を断ち、報復が報復を呼ぶ力による解決ではない別の方法はなかったのかと思うのです。先週どなたかのハガキが、優しいとは人の憂いに寄り添うから優しいのだという、これを教えてくださいました。少し想像力を働かせれば、この戦争によって失うものの大きさや犠牲になる人々の悲しみに寄り添うことができたはずですのに、悲しみに寄り添って私は何をなすべきかを考え、今後の世界の動きをしっかり見つめていこうと思っています。このおはがき、とってもおっしゃる通りだと思います。ただ僕は今度の一連の動きの中で一番感じたことは、つまり足が地についた我々の考え方とは一体何か、ヒューマニズムの限界とでも言いましょうか、理想論では何も解決しないというこの無力感を感じました。つまりそれではどうすればいいのか、これは、こんなところで僕は簡単に申し上げるべき意見ではないけれども、少なくとも心の中でみんなが思っているこの平和に対する思いを具体的にしていくには、本当はこの我々の選挙制度から見直さなきゃいけないのかなと。果たしてこの政治形態は我々のこの日本という国のこの風土の中で育ってきた人間にとって馴染んでいるのかなということをいろいろ考えました。一連の事件の中で、そして我々にとっての政治形態というものは、本当に欧米が持ってきたこれが本当に我々の国にとって一番幸せなのかをもう考えるべき時期に来てるんじゃないかと、そこまで考えて、とてもとても俺の生きているうちには解決できない問題だとため息をつきました。こんなお便りもあります。匿名特住所さん、昨年の今頃ごく身近なある人が自ら命を絶ってしまった。優しくて真面目で控えめな彼だった。それまで何かしらのサインを出していたと思うのに、彼の悩みに気づかなかった自分が情けなかった。一生のうちたった一回だけ時間を戻してもらえる魔法があるのなら何でもしますから今使わせてくださいと皆願った。誰に聞いたのかもう思い出せないのだが、学生の頃自殺を思いとどまる方法を聞いたことがある。死んでしまいたいと思った時、まず3秒、とにかく3秒待つ、次に3分待つ、そして3時間、3週間、3ヶ月待つ。そうすればどんなに閉ざされたと思っていた道でも必ず出口や別の道が見つかる。3年待ったら生きていてよかったと必ず思う。私この話を彼にしておきたかったな。これで思いとどまらせることができたかもしれないなんて、そんな自信はないけれど、とても心残り。今とっても悩んでいるそこのあなた、生きてみよう、もう少し。こういう叫びは我々の生活の中にたくさんある叫びの一つです。その中の一つを読みました。命について言うと、今日は命についてのラストレターを選んで読んでいます。アユリンのママさん、中学時代の生徒会の仲間が二十歳の成人式を待たずに病気で他界して早18年、今年は19回目のお墓参りです。毎年欠かさず誰かしらが計画し、今も続いています。最初の頃は仲間10人ほどでしたが、19年の間にそれぞれ結婚したり子供が生まれたりと、だんだん人数も増え、最近は30人近くになる年もあります。空の上でずっと20歳のまま、彼はもうすぐ40になる私たちを見て笑っているのかもしれませんが、19回のお墓参りが続いているのは生前の彼の生き方にあり、彼の人徳だと思います。今は彼に会うのもみんなに会うのもとても楽しみです。そして仲間それぞれが彼の笑顔に背中を押してもらったり、肩をポンと叩いてもらったり、今でも彼の存在が大きいのだと感じています。海の見える彼のお墓にももう春が来ているのではと思います。素晴らしいハガキですね。二十歳になる前に、病気で亡くなってしまった友人の墓参りに、人の数が減ることはあっても増えるという話を僕はこのハガキで初めて聞きました。なんかとっても感動しました。なんか生きてるってのはそういうことなんだなと、僕も勇気が湧いてきたような気がします。もう一つ、林陽子さん、八王子からいただきました。
今年も桜の開花予想が発表され例年より早く開花するそうです。予想日が早いとお花見が長く楽しめるようです。間に花冷えもあり花が長持ちするからだそうです。佐田さん、お気に入りの一本や場所は終わりですか？私は銀座一丁目高速道路下の大島桜が好きです。派手さはありませんが雑踏と排気ガスの中けなげです。昨年スーツ姿の数人が缶ビールと柿の種で車座になりお花見をしておられました。足を止め見上げている人を見てちょっと嬉しかったです。3000回記念コンサートの帰りに今年はお花見ができるのをとても楽しみにしています。佐々もコンサートの途中ですが今年は3000回も終わり、どうぞごゆっくり桜をお楽しみくださいますように。本当に奇跡的に、まさに奇跡的に観測史上奇跡的な速度で花が開こうとしています。何かのコマーシャルで僕は素敵なキャッチフレーズだなと思って感動したフレーズに、桜前線がニュースになる、花が咲いたというだけでニュースになる、こんな国はとっても素敵だというフレーズがあった。私たちの暮らすこの国というのは花がどこまで咲いたよということがニュースで取り上げられるようなそんな国だということをこの季節にいつも感動しながら僕は感じています。もう数日後にさだまさしがソロになって3000回目のコンサートがやってきます。3000回目を目指して歩いてきたわけではないけれども、くしくもその3000回を祝うように満開の桜が待ち受けているかと思うと、なんだか頑張ってやってきてよかったなとご褒美をいただいたような気がします。21日に来てくださる方も、来られなくてもどこかで応援してくださる方も本当にありがとうございます。来週までありますからね。お便りの宛先はこちらですよ。郵便番号 160-8000 に文化放送さだまさしのセイヤング21それぞれの係までです。来週は最終回です。お相手は文化放送寺島直正アナウンサー、さだ企画のマネージャー広田康永、石井茂、それからさだまさしでした。来週も元気にお会いしましょう。さだまさしのセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしました。